山田です。トレーナーバトルのいろんな仕様が発表されてから、1日が経ちました。昨日の深夜にね、まあ、基本的な情報については、動画でお話しさせていただきましたが、ちょっとですね、こちら、昨日のその動画の中で、まあ、説明した内容の中で、プラスアルファでね、これ多分言った方がいいなっていうようなものが、その後ね、視聴者さん、ユーザーさんの中でのこう、情報の盛り上がりで、ちょっと思うところがありましたので、それについてちょっと追加情報を、ちょっと話そうかなと思っております。またですね、今回ですね、なんかその、出た当初、その、僕とか、あと、ゲームウィズの、その、攻略チームとかが、その、プレスと言われるね、その、私有して、かつその、説明してもらえる時にこういろんな、別にうちだけじゃないんですよ、いろんな会社さんがねこう出てきて、そういった方々がおのおのこう記事を書いてるんですけども、だからその中でこうなんかこう勘違いとかで、なんか同じ話なんだけれども別の情報を書いちゃった、別の数字を言っちゃったみたいな感じのことがあったんですよね。なのでちょっとここをちゃんと区別して、整理しようかなと。まあ常に僕はツイッターの方で発信している内容も、ちょっと含まれますが、まあフォローしてないって方結構いらっしゃいますので、動画の方でも少しお話ししていこうと思います。はい、それではですね、まずトレーナーバトルのそもそものバトルのその仕様についてですね、おさらい兼補足っていう形で少しお話しさせていただきます。はい、まずトレーナーバトルはですね、1日に何回でもプレイすることができます。はい、これはですね、回数制限があるというようなね感じの情報がちょっと流れちゃったんですが、こちら、実際に、再度確認を取りました。こちらナイアンティックさんの方にですね、これって回数制限があるというような情報も今流れちゃってるんですけども、これって確か違うというふうに思ってたんですけども、どうですかって確認取りました。そしたら、あ、違いますと、1日何回でもプレイができますよというようなお話いただきました。なのでね、こちら、対人戦、1日何度でも行うことができます。はい、基本的には近くにねいる、方と行動を交換するか、親友以上のフレンドと、こう遠隔でね、リモートというか、遠くても日本語下手、遠くてもできるという感じになってます。そしてですね、対戦中に使えるシールドの数は2枚までです。シールドの説明はね、前回の動画でもさせていただきましたが、相手のゲージ攻撃ですよね、こちらを、まあ無効化することができますと。はい、この2枚結構重要ですね。どこで使うかっていうのがかなり変わってきます。そしてですね、バトル中トレードはできるのかと、トレードって相手のポケモンとじゃないですよ、手持ちのポケモン3匹と、こうやってチェンジができるのかっていう話なんですが、こちらは可能です。ということで、例えば第1のポケモンがおのおのフィヨンって出てきて、あ、相性悪いっていうのが一発で分かった場合、こっちが例えばね、バンギラスを出してて、向こうがカイリキ出してきたと、うわ終わったーってなるじゃないですか。こうなったらポケモン入れ替えが可能です。ただし交代は時間がかかるんですね。どういうことかというと、一度トレード、した後に何度もこうって入れ替え続けることはできません。こちら、一度このポケモンの交代をしたならば、時間を待たなければいけないので、何度も入れ替えということはできませんので、どのタイミングでドイツに交換するのか、これが、かなり、重要になってきますね。そしてですね、ジムリーダーとの対戦ができるというお話もさせていただきました。こちら、まあ僕が黄色なんでね、スパークさんとか、ちなみに黄色チームだから黄色のジムリーダーとしか戦えないってわけじゃございません。青、赤、黄色、すべての、ジムリーダーのチームカラーのリーダーとバトルすることができるんですが、これはいわゆるコンピューター NPC とのバトルみたいな感じですね。こっちも、回数制限はございません。1日に何回でもできます。そして対人戦とNPC との戦い、それぞれがですね、1日にこうプレイすることによって報酬がもらえるんですね。で、このもらえる報酬の、上限っていうのは決まっております。 NPC とのバトルは1日1回まで報酬がもらえます。他のプレイヤーさんですよね、 PVP 対人戦に関しては1日3回まで報酬がもらえます。ということで皆様、今後はですね、報酬を得るためにできればですね、対人戦を3回、 NPC とのバトルを1回、やるといいんじゃないかと思われます。この時に入手できるアイテムの中に神王の石が含まれます。神王地方のポケモンたちの進化のためにも皆様、こちらしっかりと入手しておきましょう。そしてこれはちょっと前回の動画の中で僕がこれお伝えし忘れた、伝え漏れの内容がありまして、これ何かというとですね、今回このトレーナーバトルをすることによってトレーニングのメダルが実は進むんですね。はい、
トレーニングのメダルって何ぞやという方いらっしゃると思います。ポケモン GO 初期にプレイしていた方々しか多分ね、いまいちわかんないと思うんですけども、最初の頃っていうのはですね、ポケモン GO ジムっていうのは2つできたんですね。ジム戦っていうのは2つあって、1つは、他のチームカラー、僕は黄色なんですが、まあ、つまり黄色の人からすると赤と青の2色のジムを、攻撃して、そこをこう、自分の色に変えるというようなことが、まあこれできるじゃないですか。これは今でもできるんですが、もう一個ですね、自分の色、まあ僕は黄色なので、黄色のジムをトレーニングするっていうシステムがあったんですね。ポケモンを実際にその置かれてるところで自分がポケモンと戦うことによってジムのレベルが上がってって、置けるポケモンの数が増えるみたいなシステムがあったんですが、これが撤廃されました。で、これが撤廃される時までですね、まあ今も実はあるんですけど、トレーニングの回数をカウントするメダルっていうのがあったんですね。なんですが、これがまあそのトレーニング自体が撤廃されてしまったことでもう進まなくなったと。メダルはあるのに誰もこのメダルを進められないって状況になってしまったんですが、これが今回のトレーナーバトルでカウントを進めるようになりました。ということで、僕ですね、これ金になってなかったんですよ。よーかった、やっと進められる。はい。で、僕以外にもね、そのこのメダル埋めらんないのなら気持ち悪いって方絶対いたと思うんですよね。なので、そういった方からするとかなり、朗報なんじゃないかなと、思いました。なので皆様ね、このメダルを進めるためにも、やっておいた方がいいと思います。トレーナーバトルですね。そしてですね、前回の動画でもちょっとお話しさせていただいたんですが、バトルするときにですね、相手のポケモン3体を全て倒すか、時間がいっぱい、制限時間が終わったときにヒットポイントの割合が多い、方の勝ち、3体のヒットポイント残ってる割合が高い方が勝利するよっていうお話しさせていただいたんですが、制限時間はじゃあ何分なんだと、これ気になる方いらっしゃると思いますが、こちらはですね、まだ不明です。まあなぜかというとですね、こちらまだ多分ナイアティックさん自体がね、考えあぐれてるのかなというふうにちょっと個人的には思ってるんですが、今のところはわからないというような感じになっております。まあ3分なのか4分なのかっていうのがこの辺になるんじゃないかなとは今言われていますが、ここはおそらくまだ調整中の部分なんだと思われますので、実際に実装されるまで皆様待ちましょう。そしてですね、前回ですね、ゲージ技、スペシャルアタックと言われる攻撃が今回からね、2つに増えると。まあつまり技にですよね。今までだったら、まあ、じゃあ、例えば、バンギラスをですね、噛みつく、噛み砕くとか、撃ち落とす、噛み砕くとか、っていうやつで終わるじゃないですか。これが、撃ち落とす、噛み砕く、ストーンエッジ、みたいな感じで、3つ目を習得させることができるようになるっていうお話させていただきました。で、これについて、分かっている情報と分かっていない情報がそれぞれあります。まず、分かってない方なんですが、この技、習得させて、レイドやジムで使えるのかっていう話なんですね。今回このコスト、砂、そして飴を消費することによって、今までね、こう育成してきたポケモンたちに3つ目の技を覚えさせることができるというようなことを言われたんですが、それが対人以外で使えるのか、こちらはまだわからないんですね。なので、まあ個人的には使えたらすごく嬉しいんですけどね。まあなぜならば、この技構成もいいし、こっちもいいよっていう、そのなんか選択ができるポケモンをわざわざ今まで技変したりとか、別で用意したりとかしなきゃいけなかったんですが、これが一匹でそれをね、補えるようになるわけですよね。だから、噛みつく噛み砕くのバンギとストーンエッジのバンギが欲しいな、あ、それ一体で2個覚えさせればそいつで完結やん、やったーっていう状態が、まあ今後来るかもしれないので、できればね、僕としては全て対人戦、ジム、レイドで3つ目が技使えるような状態になってくれたら嬉しいなと、思っております。はい。そしてですね、分かっている情報の方ちょっと、話させてください。はい、ですね、対人戦の時に、例えばですね、2ゲージ技と1ゲージ技を覚えたポケモンを入れたとしましょう。入れたとしましょう。で、このゲージっていうのは相手に攻撃を与えたり、もしくはダメージを受けると、それぞれが溜まっていくんですね。それぞれがゲージ溜まっていくんですが、2ゲージと1ゲージだと、これ溜まる速度が違います。はい。これはですね、まあ、もちろん今までのね、ポケモン GO の仕様もそうだったんですが、ゲージの溜まる速度が変わりますので、今までのようにね、例えば2ゲージ技とか3ゲージ技の方がもちろん早く打てます。ブラフが成立するんじゃないかと。まあ、どういうことかというとですね、じゃあ例えば相手がポケモン出してきたと。で、相手が、どうやらこのタイミングで打ってくるってことは、2ゲージ技だろうな、みたいな時ってあると思うんですよね。あんま、すぐ打ってこないな、なんだろう。ってことは、3ゲージじゃないな、とかっていう読み合いができるようになるわけですね。で、その時に、実は相手は、こっち側が、その、例えば、あ、今、
少し、ゲージ打つまで、ゲージ技打つまで時間かければ、2ゲージとか1ゲージ技だと勘違いするだろうなっていう読みをしといて、実は3ゲージ技を当てるみたいな。そういったこう読み合いというのが、まあ相手のね、バトルの中で結構生まれてくるんじゃないかなと思っております。そしてですね、これはまあちょっとナイアンさんが発信した情報ではないんですが、少しいろんな、ところでまた混乱を生んでいるお話でございます。ですね、今回のトレーナーバトルの、様々なこう情報とか、出回っている画像の中にですね、未実装の第4世代の伝説ポケモンとか、純伝説とか、あとは、これまでまだ実装されていなかったポケモンたちの画像っていうのがなんか出てきていると。はい。まあ、例を出すと、例えばドーブルとかね、あとはまあ、第4になってくる、で実装されるであろう、まあ、例えば、ディアルガとか、あの辺かな。あとはヒードランとか、まあ、ほんといろいろ、いろいろですね。あとレジギガスとか、結構いろんな、ポケモンたちを実際に使用している画像っていうのが出てきていたんですね。で、これを見て、マジと。これもう実装近いからもしかして使うんじゃないの、使ってんじゃないのっていうような、そういったのが、意見が結構こう SNS 上で飛び交っておりました。で、これに関してですね、ちょっともう僕から言えることが実は一個ありまして、あれはですね、あれはテスト機だから勝手に解放されてたなんですよね。まあ、どういうことかというと、僕が実際にそのプレスで、その端末を触らせていただいた時にもボックスの中にですね、未開放の第4世代までかなの全部のポケモンがうわーって入ってたんですよ。で、僕、あ、これはあれだな、あんまり見ちゃいけないやつだなと思って、そいつらを使わないで、そうじゃないポケモンたちがすでに実装されてるポケモンたちでバトルやってみたりとかね、っていう感じで、こう、大人、俺は大人みたいな感じでこう、当日は、やめといたんですよ。まあね、出したいなっていう思いはもちろんありましたけど、で、まあ僕とかね、あとうちの攻略チーム、ゲームズの攻略チームとかその辺の映像自体は使わないようにしていたんですね。また、当日のプレスの時に映像とかね、まあ映像を撮るのはどうぞとか、記録を撮るのはもうどうぞご自由になさってください。その代わりそれを記事を書くとか、その動画を外に出すとか、っていうことはしないでください。外で記事書く用の、写真とか映像とかっていうのはナイアンティックさん側が提供するので、ナイアンティックが提供しますので、それを使ってくださいと、自分らで撮ったやつらは使わないでくださいっていうような、まあ約束のもとね、僕らは全員収録していたわけです。だから僕も収録はしてあったんですが、あとまあ攻略チームもね収録してたんですけども、まあこれをなぜか出しちゃった人らがいるということですね。うん、やらかし案件なんですよ、あれ。はい。ちょっと大元がどこなのかちょっと僕はまだ調べてないので、わからないんですけども、なんか国内ではないみたいですね。テスト機で、制限をかけていなかった。単純に、まだ未実装で実装タイミングも決めていないポケモンたちのデータは入っている端末で、私有を、みんながしていたから、そういった映像が撮れてしまっただけであって、今回その映像として写真として出回っていた伝説ポケモンたちっていうのの実装が近いという、そういった、まあ、根拠にはなり得ませんよと、いうようなお話、多分これしといた方がいいなと思ったんで、ちょっとツイッターだけではなく動画の方でさせていただきました。はい。あと連打で威力上がるっていう話をね、前回させていただきました。ゲージ攻撃をで選択すると、うわーって連打することによってそいつの威力が上がっていくっていうような、まあ、仕様だという、説明させていただいたんですが、この時のね、威力の上昇が割と半端なくて、弱点じゃないのにこんなに食らうのみたいなぐらいの威力だったんですね。わかんないですよ。調整されるかもしれないんですけども、もしかしたらですね、もうゲージ攻撃は、シールドを貼るか、交代をしないと、もう基本的にはもう、やられちゃうんじゃないかなみたいな、弱点刺さったら基本ワンパンなんじゃないかなっていうようなところまで、ちょっと僕は今考えています。そうなるとですよ、相手を倒せる火力さえ持ってればいいわけですね。うん、だから、なんか使えるポケモンの振り幅結局増えるよねと。はい。まあでもそれもマスターリーグだけかな。スーパーとハイパーに関してはもう CP でこう強さにちゃんと制限がかかってるから、もうみんな均等に戦えるようなね。そんな、すごい幸せな世界が、広がっておりますので、そっちはまあよりあれかな。読み合いだな。タイプを読む。相手が何を打ってくるのか読む。そして控えに何がいるのか読む。それを読んだ上で交代するのか、技を受けるのか、シールドを貼るのか、はい、まあ、考えれば考えるほどね、結構楽しい感じになっております。ちょうどですね、明日かな、多分明日
江野さんと、少しね、今後の対人戦についてお話しする動画出せると思いますので、そちらをできればね、もっと深く知りたいみたいな、もう攻略の江野お前どう思っとんねんというのを聞きたい方のための、ちょっと動画を多分明日出すと思いますので、そちらの方をお待ちください。ということで、対人戦の補足説明的な動画でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。